ジャイアンツファンの皆様こんにちは。ジャイアンツ春季キャンプ中継です。2月7日金曜日、第2クール2日目を迎えています。宮崎は雨です。サンマリンスタジアムから歩いて約20分ほど離れた木の花ドームにて練習を再開しています。それほど強い雨が降っているわけではないんですが、選手たちが明日、明後日、紅白戦ということもありますので、グラウンドのコンディションを含め整えるということもあって、この花ドーム、こちらで練習がスタートしています。現在この花ドームで練習しているのは2軍3軍が練習をしているということで、やはりこのドーム状になっているからこそ選手たちの声というのがとても響いているというのが印象的です。明日、明後日の紅白戦でその結果を出すことによって、第3クール11日には S 班が合流をしてきます。そして沖縄へ向かう第4クール、どの選手たちが生き残り1軍として沖縄に渡ることができるんでしょうか。4日に行われた紅白戦では、阿部監督率いる2軍3軍のファームが14安打7得点と勝利をしています。その初采配というのもしっかりと阿部監督の存在感を見せつけた紅白戦、8日9日は1軍で行います。ただそのメンバーというのはこの2軍からも推薦される。どの選手が上がってくるのか非常に楽しみになるジャイアンツの春季キャンプです。さあ、これを見てもそうなんですが、選手たちが非常に声を出し練習を行っています。現在このバッティングを行っている選手もそうなんですが、これが025ラモスですね。今これを見ていると足が痛いというのを強調しているのが分かります。この阿部監督の練習の中では非常に下半身を広げて、そして低く打っていると、そういう練習、もっと低くしろと今阿部監督が指示を出しています。この辛い練習を乗り越え、ドラフト5位の山瀬慎之助は4日の紅白戦に選手として呼ばれました。一つ一つの努力をその監督コーチは見てチャンス与えていくと、原監督も言っていましたが、力ある選手にはどんどんチャンスを与えていく、その一つがこういった練習というのもあるかもしれません。今ずっとここで耐えながら投げてほしいんですが、阿部監督がなかなかボールを投げないんです。さあ、このラモスですが、育成として今シーズンからジャイアンツピッチャーです。今投手陣がバッティング練習をティーバッティングを行っているという状況ですね。浅井広報の姿もあります。さあ、この花ドームなんですが、宮崎県産の杉を使った木造ドーム、収容人数は5000人です。観客席は2階にありまして、800人が座ることができます。さあ、ここに S 班の姿がありますね。 S 班は亀井、丸、そして住谷、坂本、この4選手がこのキャンプでは S 班としてスタートしています。昨日このキャンプ中継で亀井選手のインタビューも流しましたけれども、やはりベテランとして重ねていく、ただ重ねていく時にも不安があるということも言っていました。その亀井選手も一番の楽しさというのがあったと、ジャイアンツにとっては一塁一番固定というのが後半になり亀井選手が担ってくれました。そこで得点力が上がっていったんですが、亀井選手本人としてはそれが楽しかったと、一番としてただヒットを打つのではなくボールを見極めたり、そして多く投手に投げさせたりなど、役割がいろいろその時によって違うんだよねと、新しい役割で楽しかったという言い方をしてましたね。さあ、この S 班の練習お伝えしていますが、11日に1軍に合流をするというふうに言われていますので、順調に調整はできているといった S 班、亀井、丸の姿があります。さあ、阿部慎2軍監督です。
19年の現役にピリオドを打ち、また背番号は変わり80番となり、ジャイアンツのユニフォーム袖を通してこの2軍を3軍を引っ張っています。阿部監督はシーズンを通して3人は育成をしていきたい、1軍で戦える選手を育てていきたいというふうに言っていました。この厳しい練習をすることによってまた一つ選手たちも実力をつけていくという練習が続いています。ただこの紅白戦を見ていてもそうなんですが、阿部監督が選手たちにとても声をかけている姿、それも大きな声でいいぞという声も、何やってるんだという激も、そういった叱咤激励というのをひむかスタジアムで大きく声を上げているというのもありました。さあこのティーバッティングを行っているラモスです。185センチ86キロ、最速158キロを投げるという育成ピッチャーです。ドミニカ出身、本人の中では長い回も投げれるというふうに言っていました。さあこの014モータです。この2月に始まった春季キャンプでは自身のパワー、それを遺憾なく発揮しているのがこのモタです。支配下として非常に近いところにいるのではないかと言われるこのモタ、片岡コーチもいます。今このモタはつけているグローブ、ファーストのグローブをつけているんですが、外野とファーストをこなしていきます。さあ湯浅の姿、そしてウレーニャの姿があります。各選手も出場機会を増やすため自分のポジション以外にも練習を重ね、そして実戦で出場機会を広げていくと、まあ、グローブ取ってから投げるのはこういう風に投げるんだぞというような片岡コーチの指導も入っています。ただこれを見ているととてもこのモタもムードメーカーのような雰囲気がありますね。片岡コーチが笑顔で肩をポンと叩いたり、そういったコミュニケーションがとても取れているという風景が見ることができます。2月1日から始まった春季キャンプ、非常につらい練習を1軍2軍3軍行っています。さあ今中央に映っているのは増田大輝、紅白戦では三遊間抜けるところ超ファインプレーで守備でもしっかりと見せていきました。本人の持ち味バッティングではその細かいバントなどしっかりと決めていくという姿もあります。昨年ブレイクした一人、支配下登録になり今年から背番号が0番に変更になっています。いつもはサンマリンスタジアムで1軍の練習を主にお届けしているというのがありますから、今日は雨ということになりまして、この木の花ドームは2軍3軍が行っているということになります。朝9時からウォーミングアップが始まって、先ほどまで守備練習が行われていました。この後今木の花ドームではバッティング用のマシン、そういったのが用意されています。トネの姿があります。トネ選手もバッティングいいですからね。ただここは右の打席で打っているトネです。このこの花ドームはガラス張りのところもありますので、外から見ているというねファンの皆さんもいらっしゃいます。